こんにちは、バーダメンテラボキネです。今日はサッカーなどのキックで股関節が痛い時にやるストレッチです。股関節の前の筋肉ということで、大きく3つに分けて、ももの前の筋肉、ももの内側の筋肉、そしてお尻の筋肉をストレッチをしていくと良いと思います。まずももの前の筋肉はこのように曲げて後ろに倒れて伸ばすやり方、そして同じことですけど横向きになってこの状態から後ろに引いていくやり方、そしてこの状態から前にスライドさせてこのももの付け根を伸ばしていく、このあたりをやっていくと良いです。続いてももの内側ですね。内側は開脚をして前屈をしていくと内側が伸びていきます。もしこんな風に腰が入らない、そんな子は仰向けになってこの状態で開いてあげる、このように開いてあげるといいです。膝を立ててここからぐーっとスライドさせていってこちらを伸ばしていく、このようなやり方でも伸びていきます。3つ目のお尻はこのようにしてお尻をなるべく床に近づけて胸に膝を近づける、これをこのような形でやっても大丈夫です。もっと伸ばすときには寝てもらってこのももをぐっと引きつける、そうするとこちらよく伸びていきます。この状態で膝を90度にして前側にストレッチしていくとこれもお尻がよく伸びていきます。股関節周りのストレッチをやるときにももの前、ももの内側、お尻、この3つを押さえて、今何種類かをそれぞれにやっていきましたが、自分がやりやすいものを選んでやっていけるといいのではないかと思います。ただボールを蹴った瞬間に鋭い痛みを感じたとき、そのときはストレッチをしない方がいい場合もありますので、病院や接骨院など自分がよく行く治療院に行ってそこで判断をしてもらい、ストレッチが必要な場合はやっていただく、そんな形でやっていくといいと思いますので、ぜひやってみてください。それでは。